あなたの AirPods Pro も無料で新品になるかも。 Apple の AirPods Pro 最近調子悪いなーっていうふうに思った方いませんか？それもしかして故障じゃなくて初期不良かも。Apple のホームページによると2020年10月以前に製造された AirPods Pro で耳から異音が聞こえたりノイズキャンセリングの機能が低下するっていう風な問題が見られたそうです。こちらの対象となる AirPods Pro を使っている場合は Apple の方で修理または新品交換してくれます。僕も以前からイヤホンで異音がするなっていう風に感じていてお店に持ってったところ簡単な診断をして約10分ぐらいで新品になって帰ってきました。もちろん費用はかかりません。以前動画で紹介したところコメント欄でもみんな交換対象になっていました。あなたも心当たりあったら一度 Apple Store で確認してみてください。詳しい内容と交換方法を紹介した動画をこの動画のコメント欄に貼っておくのでぜひチェック。